どうも、皆さん。映画マニアの皆さんに送る、今回の特別企画は、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー。早速、見どころをチェックしていきましょう。忠実再現。ゲームの世界を彷彿させる映像美。まずは注目のポイント、映画の忠実なゲーム再現。キノコ王国、キノピオ、ピーチ姫、そして、ドンキーコングや、クランキーコングまで、おなじみのキャラクターが活躍します。ゲームで見た風景やアイテム、敵キャラクターが次と登場し、まるで自分がゲームをプレイしているかのような感覚になること間違いなし。ぜひ、大画面で迫力の映像を楽しんでください。感動の兄弟愛ストーリー、ムービーマスター X 兄弟愛に溢れたストーリーも見逃せません。マリオとルイージが異世界で別れてしまう運命に直面しますが、彼らはお互いを思いながら、それぞれの仲間と共に立ち上がります。感動の瞬間や友情の絆、そして最後の再会にはきっと心が震えることでしょう。兄弟愛の力を感じながら彼らの冒険にどっぷり浸ってみてください。豪華声優陣が見せる個性的な演技、ムービーマスター X、 さらに豪華声優陣の演技も絶賛です。クリス・プラットとチアリーデーがマリオとルイージの声を担当し、そのコンビネーションは絶妙。コメディセンスあふれる演技で笑いと感動を届けてくれます。さらにアニャ・テイラー・ジョイがピーチ姫の声を務め、彼女の優雅で魅力的な演技が物語に彩りを加えます。ジャック・ブラックがクッパの声として登場し、そのユーモアとカリスマ性でクッパを生き生きと演じます。そしてセス・ローゲンがドンキーコングの声を担当し、その独特なトーンとユーモアで観客を笑わせます。彼らの個性的な声がキャラクターたちに一層の魅力と奥深さを与えています。幅広い層に楽しめる作品、ムービーマスター X。 最後に、この映画はゲームファンだけでなく、ゲームを知らない人にも十分に楽しめる作品です。アクション、コメディ、感動、冒険など様々な要素が詰まっています。ゲームのファンなら映画としての再現度に驚くことでしょう。そしてゲームを知らない人も魅力的なストーリーとキャラクターに引き込まれること間違いなし。ぜひ劇場での大スクリーンでその魅力を堪能してください。いかがでしたか？映画ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの見どころをお伝えしました。忠実なゲーム再現、感動の兄弟愛ストーリー、豪華声優陣の演技といった要素が詰まったこの映画は必見です。ぜひ皆さんも劇場で大迫力の映像と感動を体験してください。映画マニアのためのムービーワールドでは今後も様々な作品の魅力をお届けしていきますので、チャンネル登録をお忘れなく。それでは次回のコンテンツでお会いしましょう。さようなら。